い、よろしくお願いします。で、今回ね、始まりましたきっかけ英単語シリーズ第1弾でございます。で、今回はこの10個の単語をやっていきますので、まず英単語からその単語の意味のテストをしたい方はね、ここで動画止めてやってみてください。よし、じゃあ早速ね、まずね、早速1から言ってみましょう。で、まずこれ発音いいんですって言おうと思ったんで言っちゃったんですけど、まず今回取り上げてるの前置詞と言います。漢字で書くと、前に置く詞、まあ言葉ですね、まあ、前置詞。これ次回の、ね、10個も前置詞やるんですけど、in の後ろにほにゃらら、まあ、なんか単語が来ますと。で、これで意味がほにゃららの中にという意味になります。だから後ろに単語を持ってきて、ほにゃららの中になんです。で、これは個人的な思いなので、もしよければ参考にしてほしいんですけど、英単語ってきっちり覚えることがもちろんベストです。 in って言ったらほにゃらの中にだよねみたいな、大事なんですけど、今まで熟考詞やっていく中でこうね、英語が苦手な子っていうのをたくさん見てきましたけど、苦手な子が頑張ろうとね、こう切り替えてね、得意になってやるんだって頑張ろうと思えば思うほどきっちり覚えようとします。どういうことかっていうと、ほにゃららの中に覚えようとした時に、ほにゃららの中にだっけ、いや違う違う、ほにゃららの中で、ん、中をどれだっけみたいな、で、そうやって悩む子が出てくる、本当にね。で、個人的には、いやいや後ろどっちでもいいよみたいな感じなので、どういうことかっていうと、インって言ったら中っていうキーワードを覚えておきなって、もちろんいいんだよ、ほにゃららの中にって覚えたらベストなんだけど、キーワードを覚えておけば大丈夫です。なぜなら、まあ、長文とか、まあ、英文のってね、こう問題出てきた時に、えん、ほにゃららって来たと、ほにゃららの意味が分かった時に、これが中、これの意味が分かってる、で、ほにゃららの中だったら、もう日本語のイメージでつなげられるから、文のね、流れを見て、中にがいいのか中でがいいのかとか分かるから、みんなは。だから、ひとまず、こう、英単語っていうのはキーワードで覚えていく方が楽です。なんで、よかったら参考にしてみてください。そこはね、個人的な思いですけど。で、次、オンって読みたくなるんですが、あですね、アンって発音をします。まあ、本編、オンってもろに言ってるんですけどね、俺はね。で、これのキーワードが、ほにゃららの上です。上。これキーワードで覚えておきましょう。で、まあ、上なんで、これね、まあ、それ覚えてもらったらいいんですが、こういう使い方もあるよっていうのをちょっと青で書きます。例えば、これで、on the wall。これ、wall って壁なんですけど、そうすると、普通に訳すと、壁の上って行きたくなるんです。上。でも、壁の上ではなくって、これ、壁にあるっていう時に使います。例えば壁に時計があるとか、壁にカレンダーがあるとかいう時にも使えるので、もう一個、 on Sunday、 Sunday 日曜日ね、こうやって曜日の前に使うと日曜日にという風に使うこともできます。これはおまけなので、よかったら覚えてください。まず大事なのは赤のキーワードの方で、次もオブと、ね、言いたくなる。で、本編の英語のね、動画ではオブって言ってるんですけど、自分は正しくはアブです。あ、アブ。で、これはシンプルですけど超大事。ほにゃららのです。これほにゃららも取っちゃっていいね。よいしょ。ほにゃららのと言います。だから後ろに来たら、ほにゃららのほにゃららっていう感じで訳していく。ほにゃららのほにゃらら。いいね。で、トゥーとアットちょっとセットでいきます。で、トゥーが、ほにゃららにと。ほにゃららに。で、こっちを覚えてもらえばいいです。で、余裕があるんだったら、まあ、ほにゃららまでって言って使うこともあるんですけど、まあ、こっち基本的に覚えてもらったら大丈夫。で、あとは同じなんです。ほにゃららに。では、ほにゃららでってのもあるんで、よかったら覚えてください。で、to の方なんですけど、イメージね。イメージなんですけど、to の方は、到着するイメージを持ってほしくって、例えばまだね、自分のシリーズは出てきてないですけど、 go っていう意味じゃねえや、英語があります。これ行くって意味なんですけど、 go to ほにゃららっていうと、どこどこに行くというふうに訳します。で、これはどっかに行くってことは、そこに到着しますよね。 go to 行くって、だからそっちで to を使う。だから go at ではないの、になんだけどね。
だから到着するイメージの時は to を使おうと。で、あとは場所とか時間の一点で使うってよく言います。場所とか時間ね。例えば、at 7ね。こうすると、7時にというふうに使います。時間だね。7時に。で、あともう一個。じゃあ、どうしようかな。まあ、学校にしようか。at the school。これ学校ね、スクールで。そうすると、学校で、みたいな。学校に行くっていうイメージじゃないじゃん。到着するイメージじゃなくて、その学校っていう一点、この場所で、みたいな。時に使うのが at なんです。これはイメージの問題なので、ちょっとね、難しく感じる方もいるかもしれないんですが、もしよかったら、ね、余裕があれば、そっちの方も覚えてみてください。よし、右側行きましょう。で、次、for ですね。で、for はめっちゃ使い方があるんですけど、まず、これ。ほにゃららのためにと。もう、ほにゃららのためを覚えましょう。このキーワードで。ほにゃらのため。これがキーワードです。あとは、ほにゃららの間とか、ほにゃららに向かってとか、いろいろあるんですけど、まずこれ覚えておく。for はね。で、次、from と言いたくなるんですが、from です。from。あだね、from。で、これが一番大事なのが、ほにゃららから。で、もう一個も出てくるんでね、覚えていただけるといいのが、出身ですね。東京出身とか、アメリカ出身とか、そういう時に使います。でも、ほにゃららからを覚えましょう。まずは。で、次が about です。about。で、about で、ほにゃららについて。例えば、彼はゲームについて詳しいとかね。ほにゃららについてというふうに使います。これももちろん後ろね。ここにゲームが来て、ゲームについてというふうに訳してください。で、もう一個よく使うのが、約です。約2000円とか、約300個とか。まあ、数を言うとき、まあ、およそって言うときもありますけどね。で、使います。で、最後2個。似てますね。まず1個目が with です。with。で、with で、ほにゃららと一緒にと訳します。ほにゃららと一緒に。例えば、ここにトムっていう人の名前が来て with Tom と言ったら、トムと一緒にどこどこ行ったとかね。そういう風に使う。で、まあ、これは一緒ね。ほにゃららと一緒。がキーワードで、その with に out、out がくっつく。そうすると without と言うんだけど、この without で、ほにゃららなしで、まあ、ほにゃらなしにとかも使いますけど、まあ、これはこのにゃらなしで覚えてほしいかな。だからさっきのトムをね、後ろにくっつけて、without Tom って訳すと、訳じゃないって書くと、トムなしで、例えばトムがいない状態でどっかに行ったみたいな感じで使うことができます。これが with と without です。いいかな？一応ですね、まあ、こんな感じで撮っていこうと思います。今回ちょっとね、8分も超えちゃってるんですが、もうちょっとコンパクトに。で、徐々にね、回数重ねるにつれて余計なこと喋らなくするようにしますんで、まあ、こんな感じだなと思って、よかったらね、これからもお付き合いください。では、最後ね、まあ、挨拶して、まあ、消しながらちょっと挨拶しましょうか。ここのね、黒と青、消して、意味からテストできるように。で、今回は前置詞なんでね、2だけじゃわかんねえよみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、動詞とかが始まればね、このテストもしやすくなるとは思いますので、で、最後の10秒ぐらい、無言でね、挨拶した後に無言で、動画がね、止まってる状態にします。そうすれば、もうね、最初から、意味からさ、単語のテストをしたいっていう方は、最後に飛ばせばいいんだっていうのがわかると思いますので、あ、間違ったよ、早速、ごめん。ちょっと待って、ね、ほにゃらのためにと、ほにゃららからと、ほにゃららについてと、ね、こう慣れてないからあれだね。消そうは黒だっちゅうの。ごめんごめん。まあやっていきますので、まあそんな感じだなと思ってみてください。で、ちょっと最後もね、喋りながらごめんね。ひとまず1ヶ月15本ですね、150単語までは駆け抜けてやっていきます。で、皆さんからいただいた評価とかコメントとかの状態を見て、続けるべきかやめるべきかを決めようと思いますので、もっと思ったまんまに、まあ、評価していただいてコメントしていただければと思いますので、そちらの方の協力もぜひよろしくお願いします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。